こんにちは、制限です、今回はナイフを購入したので開封していきたいと思います。それがこちらになります。ちゃんと、スパイダルコンで、久しぶりのスパイダルコンのナイフなんですけども、今回は、パラ3ライトウェイト購入しました。まあ、大好きな、フォールディングナイフのメーカースパイダルコンのパラ3ということで開封していきたいと思います。非常にコンパクト。はい、パラ3スパイダルコンのパラ3ライトウェイト、このワンハンドオープン、ワンハンドクローズがたまらないですね。このコンプレッションロックたまらないです。自分にとってはもうギミックですね。ワンハンドでオープンして、ワンハンドでクローズ、まあ、ここに、まあ、ロック機構みたいなのを押しながらまずやるとこんな感じでオープンします。でここにロック機構があって、これを押しながらこうやると簡単にクローズする。たまんないですね。っていうところで、まあ、私はこのスパイダルコンのコンプレッションロックのナイフが、一番好きなナイフです。フォールディングナイフ で今回この、ライトウェイトっていうことは、これの重いバージョンもあるんですね。ちょっと、まあ、スペックみたいなのをメモっといたので、言うと、まあ、あんまりこうスペックみたいなのは気にしはしない方なんですけども、まあ、一応お伝えすると、ブレードのレングスが、74mm、7.4 センチくらいですね。で、ブレードの厚さが、4mm で、ブレードの鋼材 BD1N1L、どういう鋼材、まあ、自分全然詳しくはないんですけども、まあ、説明を読むと、この鋼材の硬度と、耐食性、まあ、錆びない、ようにっていう、その鋼材としてバランスがいいみたいですね。硬くて錆びにくいっていう、鋼材みたいですね。 BD1Nで、ハンドルが、これがパッと見こうプラスチックっぽい感じなんですけども、FRN っていうハンドルになります。で、このハンドルの素材っていうのはスパイダルコンのデリカとかエンデューラでも採用されているハンドルの素材なんですけども、これライトウェイトモデルってことで、普通のモデルっていうのは G10 の素材のやつなんですね。 G10 っていうやつが一番私が好きなナイフ、ここにあるんですけど、これ、スパイダルコのパラ2ですね。これも同じように、コンプレッションロック、まあ、これが一番自分的には、ね、フォールディングナイフの中で一番好きな、愛してやまないナイフなんですけど、これの素材がこれ G10 なんですね。この素材より、このFDN でしたっけ、あ、FDN じゃない、すいません、 FRN ですね。 FRN は、30% 軽い、なんで 30% 軽量化されたモデルになります。 G10 より 30% 軽いモデルになります。まあ 68g って書いてますね。でサイズ感なんですけど、せっかくここにこうパラ2があるので、このパラ3のコンセプトとしては、同じこのパラ2のコンプレッションロックを有したナイフでありつつ、ちょっとコンパクトにしたもの、見てもらえると分かるんです。上が、パラ2で、下がパラ3って感じで、波長とかハンドルの大きさとか違いますね。まあちょっと話は脱線するんですけども、このパラ2が一番好きなフォールディングナイフです。このパラ3というのは同じコンプレッション好きなロック、コンプレッションロックを有してるんですけども、コンパクトであると、で軽いと、最高じゃないですか。ということで、これも購入したのがその経緯になるんですけど、たまんないですよね、このギミックな。コンプレッションロック、そこまで
フォールディングナイフっていうのをあまり触れてはいないんですけども、もう触った中ではもうこのコンプレッションロックがダントツに大好きですね。というところで、パラ2に続きパラ3っていうのも手に入れてみたという形になります。まあ大した説明ではないですけども、もう本当にこんな感じでちょっと書いてるだけで今言っただけなんで、まあ虎の巻みたいなもんです。あまりそんな実はそんな鋼材とかそんな気にしないです。もう間違いないだけで、こういう一流どころのメーカーのナイフっていうのはこのコンプレクションでありながらもガタつきもありませんし、まあ、ただそういうところちょっと細かいところスペックとかもちょっと気になるところではあるので、今ちょっと話してみましたけど、この大好きなスパイダーのコンプレッションロックのナイフカラー3、いい感じですね。まあアウトドアでは基本的に私はこれは調理ナイフとして使っていこうかなと思ってます。はい、ということで簡単に、ではありますけども、パラ3の、まあ、スペック、まあ、自分がなぜ、このスパイダーこのパラ2パラ3が好きかっていうのはなんとなく伝わったんじゃないかなと思います。まあ、最後にちょっと、まあ、切れ味も問題はないんですよ。このスパイダーの箱出しの状態でめっちゃ切れるんですけど、ちょっとやってみたいと思います。こんな感じでオレンジ用意してみました。私の場合これは、このパラスリに関しては、調理ナイフをメインに使って調理ナイフとしてメインに使っていこうかなと思ってまして、エンデューラーもあるんですけども、やっぱりですねこのコンプレッションロックが大好きで、普段からこのコンプレッションロックのナイフを愛用していきたいということで、このパラスリを今後ですね、まあ、キャンプアウトドアの調理ナイフとして使っていこうかなと思ってます。まあ、ご覧の通り切れ味は全然問題ないですね。まあ、後ほどこのオレンジをきれいに食べたいと思います。ということで、こんな感じでスパイダーのパラ3、今後、まあ、アウトドアのヘビーユースナイフとして、使っていこうかなと思っています。今回は箱出し開封レビューということで、動画作ってみました。それでは制限でした。ありがとうございました。また。コンプレッションロック最高。